こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今日パワフルプロ野球。栄冠ナイン編ライブ配信始めていきましょう。マイクが小さいかな？これでもまだ。これだったらどうだ？夢の後をいつか超えて始栄ま冠ナイン。る僕らの未来。実況パワフルプロ野球ライブ配信始めていきましょう。では、行きます。この主題歌、誰が歌ってるんだろうな。菅野美波。菅野美波。ということで、では、いきますか。TBS ボール、パワフルプロ野球。で、いつも通り、栄冠ナインで続きから始めていきたいと思います。まあまあの評価ですね。そうだ。
公式戦まであと、難しいな、公式戦まであとわずかとなってまいりました。どうするかな。これ数字が多いほど意味があるんだよな。大阪府の代表を決める予選ってことになりますね。さて、オーダー変更、カッピッチャーをどうするかですね。あ、そのままにしちゃった。お待たせいたしました。さあ、これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側、片野、三塁側、浪速。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。何話題、ご覧のスターティングオーダー、さあ間もなく試合が始まります。何話題付属って練習試合でコールド負け食らったチームやん。でも1回戦で終わるのはちょっと痛いです。終わりたくない。早くも攻撃のチャンスではあります。勝敗と、センター返し。そう、今回からミート対応は変わらないけど積極打法に切り替えます。なんか最近の野球はなんか待ち球戦法っていうのがダメらしい。なんかもういいピッチャーだとすぐに読まれるのと、読まれるとダメになるのと、いいピッチャーだとすぐ追い込んじゃって、でもう打者が取れる手が少なくなるからダメらしいです。なので積極打法でいきます。どうせそんなにスタミナも減らないと思うし、精神的揺さぶりかけた方が絶対いいと思います。いけー、オッケー。おい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 、こっちの方がいいよね。あれ、点取れなかった。うわ、ホームラン打たれた。あ、でも追いつく。4回の裏、肩の攻撃に入ります。この回のトップバッターは山本。超センター返し、見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球。任せでもいいかもね。ストライク、タイミング合いません。そして追い込んでから第3球を、ほい、投げた、打ちました。ファール。第4球を追い込まれた。投げた、打ちました。ちょっと詰まった。これはさすがに正面だった。やりたくないよ。やばい。ノーアウト二塁。ファイトだよ。どうでしょう、宮田の。まあいいんじゃないかな。2位なんで、臭いところで。
そうだ、警戒ぐらいかな。臭いところで。高いのは外角中心だから、それで行ってみよう。で、こんな。第3球を投げた。インコースのボール左へ。スタンドに入りました。カーブ。第4球を投げました。ボール。外角ちょっと高めに行ってるのは気になるよな。バント。ムービングファーストはボール。さあ、6球目。投げました。打ちました。詰まったが。あー、相手が早かったし、ボールの伝令をやる、盛り上げちゃおう。ここで伝令を送りました。監督からのメッセージがナインに伝えられます。そしてゲッツシフトじゃない。内角攻撃、前進守備を敷きます。投げました。外のボールが当たった。あ、1点は仕方ないかな。掴みました。三塁ランナーはタッチアップ。三塁ランナー、うん、1点リードされてしまいましたが、でも終わった。ん？終わってない、まだピンチは続く。でもこれ3枚がなくなった。サンドっていうのがあるんだ。なんだこれ、応援曲って何？いや、内角もちろんバックホーム体制だけど、あ、ツーアウトか。普通の守備でいい。まあ、もう一人貯めても構わない。いい球ですね。ズバッとですね。あかん。お、ナイスショート。だが、これは届かれそうにない。ああ、いいコースに取られたよな。第9投げた。直球に送ってストライク。第2球投げた。ストライク。これで追い込みました。ストライク。そして、おお、いい球でしたね、今の球。これから4球目、外れたボール。ああ、目がいまいちないかもしれない。投げました。打ちました。狙い打ちが正面でした。さあ逆襲したいが、しかしピンチは続く。肩の追加点は与えたくないところ。ワンアウトランナー。だね。場面でバッターは2年生平岡。肩の今日2回。一塁空いてるしね。OK、アウトカウント増やしてランナー釘付け。1点はやりたくないよな。バックホーム体制だよな。取っちゃえばいいしね。ツーアウトだし。有利なカウントに持っていきたいな。低め中心。
第3球を投げました。見送ってストライク。ワンボール2ストライク。いい球ですか。第4球を投げました。前かな。いや詰まったが。山本掴んだ。一塁へ送る。アウト。オッケー。二塁ランナー村上残塁に終わりました。6回の表が終わって4対2です。お同点追いついた。同点で迎える6回です。一気に2点返しましたね。まあ、当然センター返しですが、センター返。第9。見送ってストライク。第2球。ストライク。あかん。追い込まれた。つけ込まれてんのかな。追い込んで第3球を投げました。打ちました。アルボー。第4球を投げた。打ちました。詰まった。福田ボールを掴んだ。一塁送球。アウト。早いな。送球が。ありません。ホームラン出た。そしてまた攻撃のチャンスです。リードで迎える7回です。ここビッグイニングにしたいところです。バッターは2年生松尾。流し打ちだよな。ここはお任せでいきます。第9投げた。見送ってボール。バントは使いません。第2球投げた。最終回1点欲しければバントと使うけどな。第3球は見送ってストライク。追い込まれたな。スリーバントでもしたろっか。第4球を投げた。ん？高い。ファールか。もうこれもいい。正面かな。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。超ファイトだよ。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。待ってみる。第9投げました。初球フォークボール空振り。第2球投げました。低めのボール引っ掛けた。これ落ちるんじゃないかな。落ちた。補填ヒット。あ、行かなかったな。いいバッティングを見せました。いいよ。ファイトだよ。持ち前のファイトが前面に出てきました。そしてなし打ちだろうな。まあ、任せてもいいかもね。第9決まってストライク。まずは見送りました。いい。低いボール投げてくるな。鈴木も下に打てそうにない。お、これは抜けた。いいよ。大きいな、この1点は。よしよし、どんどん。お、魔物、来た。地方大会の魔物すら味方につけるのか。これで、チャンスを増やしていきたいが。7回裏だろう？難しいな。センター返し。よし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 。お、統一した。でかい。チャンスが続きます。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。任せてみるか。これミート対応だけど。第9投げました。直球ストライク。まずは見送りました。ホームラン打ってほしいな。ここ第2球見送ってボール。第3球を投げた。打ちました。詰まった。ショートの右グラブ弾いた。そして今魔物がショートのエラーが記録されます。肩の直もチャンスが続いています。スクイズでもいいんじゃないかなと思ったら、スクイズそんなに良くないな。
任せよう。次流し打ちかな。犠牲フライでも、犠牲フライもありだと思いますが。第9投げた流し打ち、いいよ。おっと、魔物が、魔物が燃えてきたな、なんか。お任せがダントツですね。送りバントなんかとしないしね。うん。二三塁なら積極的に打つんだけど、一塁だったらフォーススプレーあるから怖いな。任せよ。あか、これは正面でした。熱血。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。立ってみる。第9ストライク。一球目ストライクからボール。第3球を投げた。ボール。うん、いいんじゃないかな。第4球を投げた、決まった、ストライク。追い込まれた。ちょっと待った、任せてみよう。いいよ。あ、ダメだ、正面だ。あ、こぼした。いやー、魔物が大爆発。ここで打者一巡したバッターは松村。まだまだチャンスですかね。じゃあ魔物使っちゃいましょう。どうするか、引っ張ってみるか。あ、抜けた。オッケー。え、あ、コルド勝ちか。やりました。やってくれましたね。魔物がすごい大爆発してくれたな。信頼度も結構上がりましたよ。お、結構高口が補給が相当上がったよな。さらに山本隆の弾道も上がっております。スカウト評価も上がっていきます。いいんじゃないでしょうか。ミートバッティング、やった。スクラップブックです。スクラップブックはここに
表示されます。初戦、前年は初戦、前年の初戦かな、暁電光戦は。いやでもなにわ大付属、昨年の練習試合でコールド負けしたチームだからな、そいつを、このチームを打ち破ったっていうのは本当にすごいと思います。肩、さあ2回戦は誰になるんでしょうね。大賀に注目してみましょう。全部右右になってて、左バッターがほとんどいない。あと学年は武田でしょ、ショートの武田って1年生なんだ。オーダー変更しましょう。ちゃんと今回はちゃんと打順も変えていきましょう。打線はこれでいいよね。山本パワーはある、走力がな。パワーが落ちるか、下位打線に落としてもいいよな。バッターピッチャーか、さやかて工藤、宮田が、宮田もそんなに良くないよな。だからといって多田とかか、多田せいちゃ ん前田が結構守備力以外はいいですね。 DFDFもし悪い選手がいるわけじゃないからな。工藤が調子いいですよね。せやかて、せやかて工藤に頼る。 FEFDF、 よし、工藤に変えてみましょう。今回のピッチャーは工藤な。これ宮田の弾道4なんだ。京都は9番目のバッターとしても期待できるっていうか。宮田ってピッチャーしか無理か。でも、もう弾道は無視できないところですよね。まあ、でも3とか4とか多いけどな。サカイを変えてみますか。いきましょう。どこ戦なんだ。お待たせいたしました。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側富田林、三塁側片野、観客に見送られて守りに散りました。行きましょう。一瞬に思いを込めて間もなくプレイボールです。あんまり打ててないよな。守り勝つチームなんかな、富田林商工って。2回の表、肩の攻撃に入ります。
先頭バッターは大賀。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。センター返し、いいよ。さあ3回表ツーアウトながらランナー1塁のチャンスとなっております。バッターは3年生大賀、マウンド上は小川。さあここどうするか、任せてもいいしな。ツーアウトだから焦がす手はない。なし打ちだな普通に。見送ってストライク、流し打ちで投球。これから2球目いいんじゃないでしょうか。落ちあでもちょっと落ちなかったか。続いて4回の表ノーアウト2塁の大チャンス。ノーアウトランナー2塁という場面でファイトだよ。山本さあファイトを前面に押した。センター返しだけど抜けた。OK。これはランナー帰ってこれるね。OK。先取点です。さあ、しかもまだランナーと取れてない。究極の思考。究極か。思考のメニューか。というところですね。行きましょう。究極の思考を使って、ミート対応。あんまり、フォースプレーになるから、任せたくはないよな。流し打ち。投げました。決まったストライク。初球空振りから第2球。あ、追い込まれた、早くも。よくないな。投球は3球目。投げました。ボール。抜けろ、ダメだ。一塁しかアウトできません。え、なんだこの流し打ち7って。ただセンター返しでもいいんですよね。フォースプレーじゃないければ積極打法で。どうだ、あ、いや意外と飛んでる。決まったホームラン。さらに攻撃が続きます。見ましょう。ツーアウトながら一塁二塁のチャンス。1点返せば本当に強い。まあ、当然これ流し打ちなんだが、フォースプレーがあるんでこのままです。まあ仕方ないですね。ベースを踏んで3アウト。4回の表が終わって4対0。肩のここで先制点を挙げています。引き続き攻撃のチャンスです。肩の追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは2年生山本。普通にセンター返しですよね。これは第9真ん中ストライク。まずは見送りました。76球か振るか。初球ストライクから第2球直球ストライク。バッター追い込まれました。いいピッチャーだよな。追い込んでから投げた。あかん。山本全くタイミングが合いません。言ったよね、全く合わないよな。流し打ち。外れたボール。
決まってストライク。ストライク、今のストライクなんだ。第3球を投げた。直球決まった。ダメだ。外のボール球に手が出ました。変化に。投げた。打ちました。痛烈。いいんじゃないかな。これはヒットコース。追加点。5対0です。二塁打でしたね。次、工藤つやかとピッチャーです。さあ、自援護なるか。センター返しです。これはちょっと取られるな。結果的にタッチアップになりました。犠牲フライ。ツーアウトだからスクイズは取れません。センター返しです。結構疲れるな。人多いよね、古川な。投げました。決まったストライク。バッター追い込まれました。この反面いろいろコース分けて打ってくるか、めんどくさい。打ちにくいよね。粘る打球の方がいいと思うんだけどな。これ正面抜けた。OK、6点目です。7点リードだったらホールド。リードで迎える6回です。しかしピッチャーが工藤がうまく抑えてくれるよね。第9投げた。初球に送ってストライク。第2球。片野ヶ原野球が定着してますね。ちょっと詰まった。ボテボテだ。アウト。スリーアウトチェンジ。片野三者凡退に倒れました。そしてまた攻撃。回の頭からです。この回の先頭バッターはラッキーボーイ。さあ、ラッキーボーイの本領を発揮してほしい。今日センター返しだが、第9投げた。アウトコース高め、ストライク。少し意識しすぎたか。センター返し。初球空振りから第2球投げた。打った。いいよ。逆らわないバッティング、ナイスです。今日はここまで3打数2安打1三振。フォースプレーになるんで、でもね、センター返し。リスクはあるけどセンター返しで。ちょっと第2球投げました。インローの、まだ古川変わってないんだな。ピッチャー下流ピッチャーいないのかな。センター返し。ボール、アウトコース低め。ちょっとなんかボテボテになってるね、球が。投球これから4球目。いいよ。危ない。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。引っ張ってみよう。投げました。ボール、まずは内角低め。第2球投げました。2球目空振り。カーブに全くタイミング合いません。投球は3球目投げました。ボール、あ、ちょっと古川やられてますね。OK。お、二塁打になる。いいですね。お、ここで早川チェンジですね、相手側は。まずは立ち上がりに注目しましょう。様子見た方がいいよね、これ。まあ、スクイズっていう手もありますが。相手も警戒するだろうからな。いや、ちょっと待って、慎重打法でいこう。ここあえて、そしてお任せです。相手も見てるな。外して、赤、これは正面です。ランナー釘付け。これでツーアウト。ランナーは二塁三塁変わりません。追い込まれる前に打っていこう。第9投げた。打ちました。これはいい当たり。さら
どうだ、決まりました、松尾スリーランホームラン。これでホールドがかかってます。まだ59球ですね。中川翔エネじゃないでしょうか。一番高いやつ、ま、任せましょう。あえてシュートか。プロ2年生ですよね。いいピッチャーだろうな。投球はこれから3球目。決まったストライク。いや、今のいい球だよな。立ちつつあるこの工藤が。赤甘い。ピッチャー返し抜けた。打たれてしまいました。伊藤ナイスバッティングです。バッターは甘く来てしまったよな。まあ、当然ゲッツーシフトですが、さあここはゲッツー体勢を取ります。初球を打ちました。ピッチャー返し抜け合いだ。中継竹内いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。伝令、肩の伝令が走ります。マウン、内角中心、全力ストレート136キロ。さあ次の投球、いいんじゃないでしょうか今の球は。第3球を投げた。あーでも2の1された。いや2塁はアウトだが、やっちゃった。あーでも進塁はさせなかった。あと2人です。ゲッツーシフトを組みましょう。どうしようかな。ワンアウトだろ。外角中心。ゲッツーシフトを敷きます。投球これから2球目。外角低め。意外なカーブ。ちょっと反応できないよな福山。あ、しかし。お、ゲッツーになった。すごいな、松尾のホームランが。松尾が2回スリーランホームランを打ってんだよな。いいんじゃないでしょうか。1番なんだな松尾って。キャッチャーで1番で、ね、打てるキャッチャー、なかなかすごいんじゃないでしょうかね。打てるキャッチャーってすごいよな。であと7番8番でもタイムリー打ってるしね。完封に結果的に抑えてるしね。打席結果とかあるんで、ああこうなってんのか。
お、玉の傾向です。ね、一つしか三振奪ってないんだな。打たせて取るピッチングか。4安打。三振を取れるときに取っとく必要のもやっぱり大事かもしれないですね。一方、打席ですね。ボール球スイング率が上がって、ストライク見逃し率が大事なんですよね。結構外野に打席飛ぶよね。フライの率が上がってきてる感じはするな。で、お、対左投手、なんだこれ、深夜、対左投手、深夜上がったってなんだ？あと、高口は捕球能力も上がっております。一塁だからな、捕球するポジションだから、これはいいな。信頼度もなんか上がる量が減ってきたし、増えてきたし。なんか成長力がだんだんと上がってきてるんじゃないでしょうか。工藤は球速が上がった。スタミナも上が、一気に3上がりましたね。いい先発になってきてる。当然野球部の評判も上がっております。うん。で、まずは指立て伏せ。お、通算5勝目。導入しましょう。機械交換券ってなんだ？ブランドレベルが上がるかな。マシン交換機能が、あれ、次野球道具、一選手のみか。こちらはサウナドリンク、わからん。これお金が足りないよな。本ですよ、本。記念部入部者をスカウトしに行きます。特典の発想のすすめ、おむすび、疲れた時に必要だよな。一個だけ買っとく。あと参考書、自分探しの本。
ダンベル、やっぱりあれですね、普通にまたスクラップブック、よし、だんだんパワーアップしてますね。アイテム、そして何がいいのか、体をほぐすのもある。あと疲労度見てみよう。みんな全然疲れてないから、やっぱり基本に立ち返ります。下高、これですね、岩波。まずオーダー変更か。宮田はそんなに調子が良くないですね。工藤の方が、工藤を投げさせてみるか、引き続き。コントロールがそんなに良くないけど、シュート持ってんだよな。鈴木はスタミナ持ってる。なんで、鈴木を。やってみましょう。鈴木を先発にして、それはいいとして、みんな調子いいからな。あと5投ぐらいしかおらんよな。で、外野手の中で、まあでもみんな調子いいしな。外野手で言えばほんとただぐらいだろ。一塁三塁投げられる。でも高口とかだろ。ああ、分からん。弾道は高いから上位打者にはなるしな。変えなくていいような気はするよね。見てみましょう。186、岩波が226。感じかな。OK。試合開始。今日もたくさんのお客さん。泉電光戦。地区大会3回戦の模様をお届けいたします。一塁側片野、三塁側泉。観客に見送られて守りに散りました。さあ3回戦プレーボールです。お、早くも攻撃選手権のチャンスです。揺さぶる相手を、1イニング聞くんだ。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。あー、まあ
コースプレーなんでそのままですね、流し打ち。うん、第3球を投げました。3球目ストライク。1年生なんだ西って。若さが出るかな。投げました。いいよ、オッケー。ライトからサードへ。岩波ナイスバッティングです。さあ得点圏に打者を上げたが、そうだよな、点取られたんだ、1回思っていきなり積極打法センター返し、流し打ちが5なんだ。じゃあこのまま行こう。第3球を投げた。ボール投げた。ボール。おー。いいよ。進塁打にはなる。お。一塁アウトか。あ、やばい。同点に追いつかれたが、1点返しまして、シーソーゲームになったんだ。ツーアウトランナーなしですが、なんで？注目岩波が出てくるのか。お任せにして流し打ち。投げた。インサイドストライク。お任せにしてもいいかも。1球目空振りから第2球。2球目ストライク。第3球を投げました。ストレートはボール高め。第4球を差しこそ2だけど、外へ逃げるスライダー。うまいよな意外と。さあ逆に守備のピンチ、結構ターン超ファイトだよ。年齢いってみるか。そうだ、警戒フォーム体制だよな。普通にあんまり前進守備はやりたくない。任せてみよう。赤抜け出した。あーダメだ、ホームインさせられて同点に追いつかれました。さあ逆にワンアウト一塁三塁のチャンスです。シーソーゲームになってますね。お、魔物来た。チャンス。待ってた、魔物。コースプレーなんでこれですね。え？いや、スクイズとかなんだろうけど、スクイズはしたくないね。よし、ちょっとかけてみよう。2球目ストライク。西いいピッチャーだよな、低めにやったりして。でもさすがに83球だから投球数も増えてきてる。危ない、でしまいそうになるよな。粘れ粘れ粘れ。 OK、 いい粘り。おお、いや奇妙、際どいコースだったしな。どうだ、セカンド魔物来た。しかも二塁三塁進出している。やりましたね、ヘッドだよということで。当然センター返しだよな。お、これは犠牲フライには十分だ。おっと、落とした。魔物が。
桃の爆発。ラッキーボーイ。思いがけない能力ってなんだ。ここでセンター返し。お、いい球は引き続き投げてるよな西。どうだ、結構伸びた、落とした、また魔物が。お、ここで西降板させたな。西頑張ったのにな、守備陣が。西かわいそうではあった。あれ、いやー、やだな。スクイズって手もあるけどな、ワンアウトだからわからん。流し打ちが低いからな、スクイズは1か。引っ張りたくはないんで、いいよ。 OK、 センター、ナイスミート。お、燃える闘魂、ボンバーエ、引っ張りがなんか来てますね。まあ、これ行くっきゃないってとこですよね。で、フォースプレイ怖いから、ただな、酒井は長打力あるけどホームランあんまり打ちたくないんだよな、本音としては。流し打ちでいきます。フォースプレーの場合怖いよな。あー、追い込まれた。ん、こいつ。いいじゃないでしょうか。7に上がってるぞ。でも、あー、でも難しいな。まあ、あ、でもこれ積極打法に切り替えで引っ張ってもいいけど、まあ甘い球来る可能性あるよな。お、ちょうどハマったか。あ、でも正面落とした。これはもう1点入る。おー、魔物が大爆発。バッターは3年生岩波。いいじゃないでしょうか。センター返しだよな、当然。積極打法でセンター返しを狙います。お、いいじゃないでしょうか。ボールが転がる。レフトのエラーが記録されます。OK、 11点。これコールドじゃないの？あ、違うんだ。でもまだ攻撃続きます。ツーアウトだからな。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。流し打ち。投げました。インロー。直球は外れても。ホームラン打てば決まりやけどな。お、いや、来る、行くぞこれ。オンがスリーランホームラン、さよならです。スリーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。コールド勝ち。肩のこれでベスト8進出です。オが一発で蹴りをつけました。3回戦を見事勝利、準々決勝進出を決めました。
いやー、やりましたね。ここが結局5回裏だけで9点取りましたね。いや、打ち勝つチームになってる感じですね。相手側か。西はすごい頑張ったのにな。失点9点で自責点1だから、完全に魔物にやられた感じですね。西はいいピッチャーだと思います。普通にいい球だよな。投げるよな。いろんな球種持ってるしな。かわいそうだったですね。一方、我が片野ヶ原。あんまりフォアボール取ってないな。フォアボールもやっぱりあのヒットと一緒なんだけどな。選球眼上げていく必要はあるよね。ピッチャーの投球はそんなに良くない。甘いとこ入りやすいのかな。なるほど、左下方向。右バッターにはあの厳しいな。左バッターだとどうなるんだろう。私は4、ヤンダー10、ナイスピッチだけど、でも結構高めが多いような気がする。そこをやっぱり狙い撃ちされてる感じはありますね。まあボンダーちょっと低め多いけど、チャンス D にアップ。中堅校。あ、進行アイコンが増えた。大丈夫ですね。スタミナは大丈夫。3でメンタル、紅白戦しましょう。レアなやご機嫌カード、なんかいいのかもね。変化球投げ込んでみましょう。占い師？
提案なんでしょう。まあ未来良くないこと、やめろ、赤になっちゃったや。まあ当然これは使えなくなります。ダメなんだ、練習試合近いと。スクラップブック見ましょう。だんだん地方大会の魔物が、顔を覗かせる。アイテムは何かある？ないな。じゃあペッパー、ミートも上がるんだ。あ、準々決勝にもうなるんだ。頑張りましょう。赤口、酒井、山本隆。酒井。大賀と高口がちょっと調子悪いですね。工藤にするか。宮田もいいけどな。工藤、宮田がコントロールもいいけどな。工藤もいいピッチャーですよね。あと岸本もだんだん成長してきた。どっちでもいい。でも工藤が調子いいな。工藤行ってみますか。ちょっとスタミナには不安ありますけど。で、そしてローテです。お、後藤が結構いいですね。いいんだけど後藤外野だよな。ちょっとスタンドはあれだけど調子が悪い。でも落とすレベまでのレベルじゃないんだよな。ただ入れてみる。ただしただは8番、大川一つ落とすぐらいっていう感じですよね。岩波と入れ替える。弾道が高いけど大川と入れ替えだな。お、いきなり B と B に上がったや。ミートとパワーが。動画の方がいいんだけどな。松村1番に大抜擢してみるか。こんな感じでいってみるか。あと山本和は2塁ですけど、まあ酒井が調子いいからこれは変える必要がない。146しかないのか。でも調子いいからな。でも こんな感じかな。行きましょう。酒井ってなんだ？これ。今日が終わればベストが決まるということになります。酒井戦か。
準々決勝の模様をお届けいたします。一塁側片野、三塁側酒井。甲子園大会へ向けいよいよ正念場を迎えました。さあ準々決勝プレイボールです。7本の古川がすごいな。なかなか歩かしてもいいぐらいのピッバッターだよな。同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生サエルトーコンからセンター返し、あと引っ張れっていうやってみるか。第2球このボールも空振り、バッター追い込まれました。やめた、センター返しする。投げた、打った、ファウルボール。第4球を投げた。どうでしょう、あ、いいんじゃないでしょうか。岩波一気にホームへ。左中間1-1。酒井タイムリーツーベースヒット。うわホームランを決められた。さあ逆にチャンスですが、2点を追うところですね。一塁三塁だから流し打ちは蹴ってコスプレーなんで。決まったストライク。ツーアウトだからな、待ってもいいと思います。あ、追い込まれた。第3球を投げた。粘ってほしい。詰まっちゃったや。あ、落とした。次は4球目打ちました。これは抜けてほしいがダメだった。スリーアウト。肩の結局ランナー2人残塁。2回の裏が終わります。1点返した。そしてよし、ノーアウト1、2塁。ここをここで頑張りましょう。ファイトだよ。バッターは2年生松尾。流し打ちですが、第9投げた、打ちました。いけ、 OK。 これで満塁になります。ハンバー酒井。いや流し打ちですよこんなの。76球をもう投げてるのか。4回裏で村岡は1点は入るんじゃないかな。あっ落とした。いや助かりましたね。まだ魔物は爆発してないです。最低でも外野フライが欲しい局面です。うん、1点欲しいな。マスクファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。お、流し打ちがちょうどいい具合に7になってる。これチャンスだな。初球空振り。このチャンスを生かしてほしい池田。第2球投げました。カーブはボール、インコースへ。第3球を投げました。オッケー。強い当たり、入れば勝ち越した。ホームランじゃないの？やりました。満塁ホームラン。満塁ホームラン。ライトスタンドへ吸い込まれていった。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。いやーすごいな、ちゃんと期待に応えてくれるしな。1塁か、究極の思考。お、低め中心が6になりました。まあ、月通シフトですよね、当然のごとく。これでいきましょう。打ち上げた。下がっていった。ファールグラウンド、ボールを掴みました。ランナー食い付けになりますね。まあ、普通に投げればいいってことか。長打警戒するぐらいだろうな。
三角攻め。あ、これ守備位置が変更されんの？まあでもコースを任せていきます。じゃあ工藤信じます。工藤もう88球、あ、ちょっと怖かったな今の。お、危なかった。次は5球目、投げた、低めボール球打った、1、2塁間へ打ち取ったと思ったんだがな。3塁は止まってくれました。ちょっと伝令を出します。本前ってできないんだ。お、結構数伝令で数字上がるんだ。え？いや、わからん。任せだな。まあ、とにかく、どっちでもいいんです。追い込んだら勝てる。OK です。残塁、5回の表が終わって7対3です。さあ今度はこちらの攻撃、一塁二塁か。じゃあ、まあ、一局打法は取れないな。流し打ち、トレンドランとかしません。第2球、いいよ。あ、これホームランじゃないの。やりましたね。いや、うん、まあセンター返し。7点差をあっという間につけましたね。ちょっと詰まっちゃったや。落としたりして落とさないね。迎える6回です。ワンアウトランナー2塁という場面でバッターは3年生尾崎。アコーム体制だな。そしてついに前進守備取る必要ないだろう。1点もやれないシーンではないからな。さあここは長打に警戒します。工藤がそうそうバテできそうだよな。ピッチャー変えてもいいかもな。この回終わったら勝ちたいしね。あー抜けられた。伝令、あんまり買いまたぎはしてほしくないよね。第9投げました。アウトカウントを増やすことを目的にしましょう。何点差ありますかね、なんせ。投げました。アウトコース。シュートは外れてボール。あんまり打ってないしね、2番とはいえ。投げた。打ちました。あ、なんか、やばい。落ちそう。アンラッキーだな。これ。ピッチャー交代。一塁二塁となりまして、木村、今日はここまで3打数2安打。宮田頼む。勝ってない。あんまりなあ。スタミナ高くなくてもいいんだが、むしろ速球派だよな。宮田に変えます。工藤交番、右の宮田、今日超ファイトだよ。さあファイト前面に押し出した投球をしてくれるか。
レットボール。第2球投げた、アウトコース高め、外れてボール。ちょっとキャッチャーが外しにかかってんな。第3球打ちました。あ、逃げられた。抜けた。尾崎3塁回った。やばいな。点差を5点に縮めました。木村タイムリー。肩の直もピンチが続きます。バッターは3年生小川。出せて取れ。第9ボール。なんか消極的。第2球投げた。ボール。で、臭いところに行くか。第3球を投げた。インサイド見送ってストライク。第4球を投げました。空振り。OK、追い込んだ。ちょっとホームランに警戒しないといけません。オッケー、ナイス三振。警戒しないといけない相手から三振を奪い取りました。それでツーアウト。まあ普通に投げりゃいいんじゃないの。あとは抑えるだけ。一本出てるけどな大橋。あ、引き続き警戒しないといけないバッターではありますが、まあまだ2塁空いてるからね。追い込んだ。次は5球目投げました。打った。セカンド正面。オッケー。6回の表が2点返されましたが、この回2点を返しました。さらに追加すればいいんです。オッケー、攻撃。肩のリードで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁。揺さぶれ。バッターは3年生岩波。今日はここまで3打数2安打。いや、お任せ。流し打ち。投げました。あ、ちょっと、あ、いや、意外と飛んでるぞこれ。あ、正面かな。取りました。中継。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。ちょっと詰まっちゃったよな。流し打ち。投げました。初球空振り。さあ次の投球。ボール。お、あ、これあ、ダメだ。盗塁ダメだな。あまり得策じゃない。抜けた。三塁までいけんじゃないのこれ。OK。チャンスを広げています。ツーアウトか。行ってみよう。センター返し。初球打った。オッケー。ホームへ破った。ライトからサードへ。肩の1点入りました。11対5。最後6点差に。池田ですからね。これ面白いですよ。積極打法でいきましょう。引っ張ってみよう。投げた。決まってストライク。まずは見送り。長打力ありますからね。さあ次の投球。打った。当たりだ。ボールはどうだ。落ちるか。落ちた。中継。よしな。あ、ホールド勝ちだ。これでベスト4進出です。池田サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。準々決勝戦を勝利しました。いや、本当にやっぱりチームの成長を実感させられましたね。しかも池田が4回で満塁ホームラン打ってくれてるや。これはでかかったよな。松尾も5回にスリーラン打ちました。
ちの高校の成績見てみましょう。池田が5打点上げてますね。いいんじゃないでしょうか。宮田もナイスリリーフでした、まあ、ちょっとやっぱり高めにいっちゃってるよな。127球としても初球いい具合に散らばってはいるけどな。あ、これも高め釣り玉で釣ってるんだ。分からん。どっちかといえば左バッターの内角、右バッターの外角か。いやんだ、分からんな。結構ボール玉でも打たれてるしな。本塁打はまあさすがに典型的な右バッターにとっても内角甘めっていう感じですね。いや、チームの成長っていうのをすごい感じるよね。池田ミートがさらに上がりましたね。信頼度がみんな上がってるっていうのもでかい。工藤もスタミナが一気に3つ上がりましたしね。それから期待大です。あと、グランドレベルも上がってるから、成長が上がったのかもしれん。超ノリノリ。ノリノリ天国。さあ、また3つ後に次の試合が待っております。体調はどうだ？なんか位置ついてる。アイテムは何もない。またスクラップブック。初のベスト4進出となってます。いや、全部コールド勝ち。総合戦力は、D になりましたね、これで。打撃力が特に抜けている。経験も上がってきましたよ。他もまあまあ、投手力がやや落ちるだけで、でも、それは経験が薄い。3年が1人しかおらんからな。なので仕方がないと思います。さあ、さらにメンタルトレーニングで。ここが3年生ラストですからね。なるべくやっぱり最後まで行きたいですよね。南学園高校練習学園練習試合で負けてしまった相手ということですね。ホールド負けじゃなかったんじゃないの？全然うちは日々成長してますからね。池田満塁ホームランを打った。準々決勝で満塁ホームランを打った池田です。ピッチャーはどうするか。
続きしましょう。みんな似たような成績だな。投手力っていう意味ではあまり期待できないんで、打ち勝つ野球するしかないですね。池田323になってるや。前田も結構いいんだけどな、ミートとパワーは。でも、既存の選手との差がちょっと空きすぎてるよね。松村ぐらいだもんな。松村が、でも松村そんな悪くないし、ただもういいわけじゃないからな。本当たかし、まあいいんだけど。大賀がミートだから大賀2番、大賀1番だな。うん、これでいきましょう。じゃあ試合開始。さあ、準決勝、これが勝てば決勝戦になります。お待たせいたしました。一つ一つ勝利を積み重ね、ようやくたどり着いた準決勝の舞台。地区大会準決勝の模様をお届けいたします。一塁側片野、三塁側南。ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。うん、さあ決勝の舞台を目指す。そうですね、プレイボールです。相手すごいな、打撃力。攻撃のチャンスになります。ワンアウトランナー二塁という場面で、バスターだ。方3年生池田、マウンド上ピッチャーは細川。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。センター返し、投げた。ストレート見送ってストライク。第2球投げた。ボール。待ちます。第3球を投げました。見送ってボール。あまり良くないな、細川のピッチングは。第1戦になりそうだな。どうだ。一塁送球、高橋うまくさばいています。池田いい、ホームラン打たれた。またホームラン打たれた。さあ、攻略に攻撃、2点を追う攻撃になります。ワンアウトランナー1塁という場面で、バッターは3年生池田。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。流し打ちと言いたいところは、流し打ちがない。ヒットエンドラン。お、どうだ、抜けろ。あ、ダメか。これでツーアウト。あー、ちょっと誤算だな、これはまずい。肩のここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面だよ。バッターは2年生鈴木。打法お任せで、流し打ち投げました。ボール。まずはインコース。第2球ボール。あんまり良くないよな。第3球は3球目空振り。あ、振っちゃった。第4球を投げました。あ、いいよいいよ。あ、でも正面だ、動けなくなった。え、いや、これで2アウト、ランナーは1塁2塁変わりません。ファイトだよ。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。どうかな、積極打法もいい。いや、やめとこう。流し打ち投げました。
ってもいいかもね、大川は。第2球投げた、打った、内野ゴロ。あー、ボテボテだ。セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェン。一発ねはしたくないよな。うわ、ノーアウト、ピンチ。ちょっと今までのチームと違うよな。もう数値は69球です。リツシフトを取っとこう。打たせて取れかな。シフトを敷きます。第2球投げた、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。うん、いいんじゃないかな。同期は3球目投げた、外れた。打つな、打て。投球これから4球目、打ちました。2塁ランナー打って抜けた、センターバックホーム。やばい、満塁になってしまった。いいバッティングを見せました。肩の直もピンチが続きます。いや、点で肩のここで第9投げた、ストレート決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、ストライク。追い込んだ。追い込みました。ただノーアウトだから。投げました、打ちました。バックホーム。あーっと送球された。南1点入りました。記録はサードのエラー、サードのエラーです。これはつらい。さあここはゲッツー体勢を取ります。アルボーン。1球目ファールから第2球。あーか、打たれ、いや、正面か。よかった。これはちょっと助かった。まあ、3点差だからな、まだ。ゲッツーシフトだな。さあ、ここはゲッツーシフトを敷きます。第2球、投げました。ストレートはボール。第3球を投げました。まっすぐ見送ってストライク。今のすごいいい球だったな。第4球を投げました。打った、流し打ち。南、さらに1点追加。肩の直もピンチが続きます。アウトカウントを増やしたかな。第9投げました。初球はストライク。まずは入れてきました。相手走塁も卒がないよね。簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球を投げた、見送ってボール。低めでうまく決まってるんだけどな。投球から4球目。あー、逆らず打たれた相手に。つらい。ボコボコに打たれちゃってる。さすがにこれは交代です。どっちにするかな。宮田。鈴木、痛恨のノックアウト。マウンドに上がったのは宮田。今日2番手としてマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。超ハイトだよ。第9投げた、ボール。ミスった。さあファイトを前面に押し出した投球をしてくれるか。長打警戒。ここで長打に警戒した守備位置に変更です。追い込んでないか。投げた、カーブ。甘い。今危なかった。第4球を投げた、打った。あかん。宇宙間へのフライ。いや、掴んでこれで3アウトになります。5
回の表が終わって4点取られちゃったな。4点を奪われています。さあチャンスではあるんだが、落ち着いて連打決めるしかないや。バッターは3年生池田、今日はサードゴロとレフトフライ。パリで外れたボール、ね、追い込まれた流し打ちチェンジ。第3球を投げました。外角高め見送ってストライク。第4球を投げました。引っ張った、これは左に切れていきます。外のボール球ちょっとこれは甘いな。切れていきます。ファール、投げました。あ、いいよ、だんだん良くなってる。ボテボテだがファール。すごい粘り。あかん、ボテボテだ。ダブルプレーか。すごいな相手の肩。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは宮崎。やっぱり警戒、低め中心かな。そしてここは引っ張りに警戒します。これはいい当たりだ。それでも打たれちゃうのか。肩の追加点は与えたくない。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生佐藤、今日はホームランを打っています。うん、いや長打警戒やな。じゃあここは長打に警戒します。だって低め中心でも打たれるのか、どうしろっていうんだ。第2球直球高めボール、これ全然来てないけどな宮田。第3球を投げた、甘い。あ、でも正面で打たすかった。7回の表が終わって肩のこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー宮田。何点差だか、コールド負けなのかこれ。まあ、夏が終わってしまうのか。初球空振りから投げた、打ったピッチャー返し。オッケー、宮田ナイスバッティングです。いいんじゃないでしょうか。終わらせない。第9球インローを見送ってストライク。まずは見送りました。いや、流し打ちなんだよ。流し打ちしかない。そのためのやっぱりチーム作りだし。第3球を投げました。打ちました。第4球は高めボール球。これは正面だな。あ、落とした。あー、だが、これはやっぱり難しかったからしゃあないな。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。で流し打ち。投げました。決まったストライク。第2球投げました。これも空振り。バッター追い込まれました。追い込まれたな。追い込んでから第3球をインローの直球はボール。投球これから4球目。流し打ち。オッケー。中継。まだワンアウトです。いいバッティングを見せました。続いて松尾ですね。持ち前のファイトが前面に出てきました。おかしいな、流し打ちだ。投げました。ストライク。流し打ちしかないんじゃないのこれ。流し打ちしかないよね。高めの球空振り。追い込まれた。第3球を投げた、打ちました。アルボー、粘れ粘れ。投げた、低めボール粘れ。お、オッケー。ライトバックホーム。オーガー。お、ホームイン、ホームインだ。よしよしよし。さあ、ワンアウトランナー一塁二塁という場面で池田、今日はここまで3打数ノーヒット。流し打ちしかもうないよ。投げた、打った、ファール。
ファールで粘れるし、流し打ちやったら追い込まれた。第3球を投げた。三振。赤。いいようにやられてしまいました。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。第9投げました。初球。ちょっと詰まっちゃったな。趣味うまいな、相手の。8回表。え？どうしろと。OK。軽快な守備を見せました。藤岡、いい当たりでしたが、ファーストゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。緩急重視。長打打たれますけどね。インコース高め、カーバー外れてボール。投げました。2球目空振り。第3球を投げました。ストライク。お、追い込んだ。ちょっと振り遅れてるな、相手。第4球は打ちました。ピッチャー返し。ああ、ピッチャー返しだ。どうだ？間に合わない。記録はヒット、記録はヒットです。ゲッツーシフト。そして、内角攻め。ここはゲッツー体勢を取ります。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。打ちました。1、2塁間への当たり。坂ボールを1塁しかアウトできない。ツーアウトランナー2塁に変わります。バッターは3年生松野。今日はここまで4打数1安打。バックホーム体制だよな。そして持って外野前進守備。さあ外野は浅めの守備位置に変更です。チューン空いてるからな、歩かせてもいい。危ない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 。追い込んだが、オッケー。頑張ってはいるんだよな。さあ、ツーアウトながら二塁。ここから行きましょう。肩の追う展開で迎える8回です。ラッキーボーイ。バッターは1年生後藤。これって伝令とかドンマイとかないのか。相手は C です。やっぱり強いな。強豪、大阪だけに強豪校だよな。打撃力も高い、機動力も高い。投手力以外は、やっぱり相手の方が上回ってますよね。ローボールヒッター。ローボールヒッターなんだ、みんな。嘘だろ？任せてみるか。第9投げた。お、いいよ。オッケー。一塁三塁になった。一塁一塁戻ってきます。1番に戻ってきますからね。いや、もう流し打ちしかない。わかったんだ。流し打ちがすべて解決するんだ。粘れるしな、流し打ちやったら。あ、追い込まれた。そっか、いいピッチャーだよな。詰まっちゃった。いや、どうだ。ダメした。結局ランナー2人残塁。8回の裏。さあ、そうきて最終回の攻撃になります。流し打ち。センター返しかな。どっちでもいい。おっと、さあセカンド間に合わない。あ、守備力もすごい高いよな。第9投
見送ってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球投げました。見送ってボール。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を投げた。打った。バックネットの前。アウトか。さあ、最後のバッターにはなりたくないよな。引っ張ってみろ。初球決まってストライク。まずは見送りました。第2球高め決まってストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第3球を投げた。打った。お、何リリーフ。これ左対左ってことか。じゃあこちらも代打を出します。右バッター。前田に変更。強心臓。さあ、持ち前の強心臓が力を発揮するのか。センター返し。初球に送ってストライク。投球これから2球目。外角高め、外れてボール。第3球を投げた。3球目ストライク。追い込まれた。追い込まれました。追い込んで投げた。インコース。あかん。空振り三振。負けました。手が出てしまいました。肩のあと一歩及ばず、ここで敗退です。準決勝で終わりましたね。夏は準決勝戦で敗れました。決勝進出はなりませんでした。5回表が結構でかかったよな。まあ3回も結構取られてるしな。ソロのツーラン。まあヒット数は15なんだけど、やっぱ相手の止める力っていうのがすごいよな。要所要所でホームラン打つし、連打するしな。エラーがな、痛いよ。5回のエラーも痛かったよな、思えば。これで結構差つ、広げられてしまったな。とか持てるからな。散髪にとどまっちゃってるのがな、結局2点しか取れなかった原因だよな。チャンスは作るんだけどな、結局それが
結びつかなかったし、池田も山本隆も封印させられたよな。三振とか併殺だとか、大賀も全然打てなかった。下位打線は頑張ったんだけどな。あんまりミートモンを芯に当てられなかったよな。ボール球スイング率が 45% はちょっと高すぎるしな。これでどうなる ?3 年生はこれで終了だよな。ただ2年生結構成長してきてるからな。やっとって1年生だっけ?先発が、鈴木だ。じゃあ2年生か。来年があるからな。コントロールもちょっと上がったし。しよう。いや、あ、まあ、なんかしよう。キャプテンシーがある選手がいいよな。まあ、松尾でいいか。マネージャーの駒田も引退。え?ちょっとだ、投手力を準備したいね。やっぱり野球はピッチャーなんだよな。あ、それはそうと打つんだけどな。今日の松村、なんか付き合ってんだお前。マネージャーと。大丈夫、疲れは全然ない。相手も何も持ってない。
レジ前か。白そうだ。魚屋さん。スカートって手もありますね。しゃあないな。誤算7失点言うてもあのエラーがなければな。あーこれやっぱりスチームは弱体化して総合戦力もいいに落ちちゃってますね。負けたりだったもんな。あ、秋の大会はまだあるんだよな。鉄に勝ったものの堺に負けちゃって、そんな場合倉庫には大会してます。大学園で練習試合負けてんだよな。そう考えるとその壁は突破できなかったって感はあるよな。まあ、でも昨年大会で負けた堺には勝てたし、その勝全部勝ってる試合はコールド勝利なんだよな。こういうとこも含めてやっぱり成長してるなって感じる。ブランドレベルも上がってるしな。だから成長力も今後上がるんじゃないかな。お、枚方校行ってみよう。枚方高校ってし、あの合宿の直前に敷かれましたね。疲れはたまる。おお。あ、赤になってる。嘘でしょ？使おう。これで4は選びたい放題ですね。まあでも後藤がなかなかすごいんで後藤にしましょう。でも ダメなんだ。
キーボーイ、センター返し、いいよ。あ、しかしカバーしやがった。同点に追いつきまして、さらに一塁三塁のチャンスです。こう確実にスクイーズとはならないよね。任せてみよう。追い込まれた。ちょっとボテボテだ。だが1点は入りまして、リードしました。追い込まれた。あ、追いつかれた。さあ、ツーアウト二塁、チャンスではありますが、センター返し、いいよ。総力も大事だ。お祭り男、言うほどお祭りではない。あんまり打ててないからな。足打ち、あかん。やっぱり力はまだまだだよな。ノーアウトなんや。おっと、外野。あ、でもこれは落下点、いいんじゃないでしょうか。ストライクを取れが一番多い。まあこの辺は同じですね。中心になんかすごい球が走ってる。鈴木、赤、甘いな。ちょっと深い。あ、しかしなんとかアウトを取った。外角中心、 OK、 正面抑えました。そして、ツーアウト走者なし、センター返しというとこですが、追い込まれた。ダメです、ボテボテです。さあ、ワンアウト二塁のチャンス、あ、ピンチです。99球か、もう。ストライクを取れ。卓球になりました、これで。ん？ファウルか。
OK、追い込んだ。ピッチャー変えてもいいかもね。お、アウ、うん、アウトなんだ。一回戻ってからすごいな、タッチアップ。これはもう打たせて取るしかないと思います。ツーアウトだからね。長打警戒だな、むしろ。ホームランこいつ打ってるからな。三振取ればいいですけどね、そんな甘くないでしょう。あ、落ちちゃう。また守備か。究極の思考。ピッチャー工藤に変わってますね。ん？いや、まあストライク取る。逆にストライク取るんだけど、変化球中心でストライクを取るのもありなんじゃないか。取れてないけどね。埼玉でもよかったよな、抜けられた。あーっと、後逸した。あー、なんつうこと。ピンチは続きます。天然あんまり上がりません。臭いところかなと思った。いや、バカじゃないのこれ。狙えて打たれますね。あ、でもこれは正面。ツーアウトです。なので、チェンジです。さあ、チャンスは続きます。強心臓。なんでしょうこれ。チャンスに強くなる。で、ミート多様で、流し打ち。ああ、尾崎すごいな。1年生なんだ、まだ。それでも。いいピッチャーだな、尾崎。度胸もすごいある。詰まってしまったー。落下点。お祭り男。なし打ち。なし打ちしかないよね。お。あー、正面でした。あっと！あー、うまくファーストがカバーしましたね。さあ、そして8回の裏を攻撃になります。転がせってセーフティースクイズじゃないの、これ。面白いかも。やってみよう。セーフティースクイズだよな、これ。足早かったっけ、後藤。あ、普通に打った。転がせて、そう、バントじゃなかったな、そういや。ボロ攻撃だった。さあ、ツーアウト一塁のピンチです。ファイトだよ、というところで。
取り込みました。あ、ちょっと甘い。だが正面だった、助かった。さあ最終回になりまして、おっとここでグランドの魔物が炸裂だ。センター返し、オッケー。まずは先頭打者出ました。ファイトだよ、流し打ちだよな、これ絶対流し打ちした相手のミスがあって、チャンス出てくるからね。ああちょっと振り遅れてる。尾崎完投ペース、完封完投ペースか。よしよしよし。だがこれはちょっと間に合わなかった。進塁打にはなりましたが、センター返し、あ代打出してもいいよね。おっとしかし平田ジエンゴ、はい、なんとしかも二塁へ。三点差まだわからないですよね。流し打ち。え、あこいつか。ああ今のいい球だ。正面、うん、追い込まれました。流し打ち、あ振り遅れてる。先生か尾崎、超えた、 OK、 タイムリーになる。前田1点差に返しまして2点差です。そしてバッターは佐藤、あんまり長打力はないバッターではあるよな。弾道も低いです。しかし流し打ちです。そういう時こそ、難しいことあんまり考えない方がいいよな。追い込まれたけど厳しいな、まだまだ経験がない。つまらせました。落とせ落とせ、 OK、 やった、助かった。全然チャンス、後藤も弱いから結局はね、流し打ち。これで相手の守備ミスを誘うしかないよな、魔物で。おっと尾崎やられてます。分からなくなってきましたねこれ。うん、ふらふら来てます。追い込まれた、正面か、あとフェアだ。あー残念、敗れてしまいました。完全に手玉に捉えた感じはあるよな。でも最後は頑張ったんだよな。
それなりにはまあ鈴木はよくならないとあかんけど、結構ストレート狙い撃ちされてるよな。変化球、いい変化球の取得っていうのが大事ですよね。あまり投げてない。今のピッやっぱり今の高校野球って変化球大事だろうな。ボールがスイングする率が高い。ああ。まあ、でも相手に釣られた感はありますよね。信頼度もそんなに上がらない。超ノリノリ。楽しみ交換券。なんだこれ。スタミナ減ってるな。ということで、見る限り経験が全ないよね。まあでも投手力、守備力、機動力は、まあ、経験以外はまあまあある。ということでこの辺のいい選手を入れたい。タイヤ、ということですね。特殊能力か、偉大性は。ミートパーの平均か。うん。ひとまず、セーブして終了ということで、ここまでですね。今年、結局、全然7月から動いてなかったな。動かないときはひたすら動かないですね。ということで、今回は、夏の大阪府代表予選、夏の高校野球大阪府代表予選の試合を中心にやりました。あれよあれよと準決勝まで勝ち抜きましたね。3年生も頑張ってくれたと思います。実績も上がったんじゃないでしょうか。これは来年に向けて非常に楽しみです。名前でなんかプレゼントがもらえる？
なんだろう。はい、一括で受け取りましょう。満腹弁当は嬉しいですね。ログボーも結構もらっとかないとね。選手村？あ、本当だ。選手村ってオリンピックのことかなと思った。ミゾット。予選大会ベスト8ってどうなん？高校っていうのは多分枠に入らなかった高校なんだろうな。ん？これ本戦なんか。予選だけですね。はい、ということで、あ、プロ入り人数とかこう書いてますが、ひとまず我々ああ2年目は初年度よりの夏いい成績を上げることができましたので、まあ、評判も上がってグランドレベルは上がったので来年に期待ということです。はい、次回お楽しみに。よろしければツイッチのアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。そして、YouTube、ぜひチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel, 2 days after premier live. アップロード、my YouTube channel, チャンネルサブスクライブド&グッドボタン please。この動画の配信、アーカイブ2日後24日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。そして、旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、実況パワフルプロ野球2022-2023栄冠内編お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。